1945年12月、太平洋戦争が終わった後に写された一枚の写真。写っているのは焼け残った品川区荏原地区の街並みと、その奥の星薬科大学メインホールです。今回は星薬科大学と地域の歴史をご紹介します。写真に写っているドーム型の屋根が特徴の大きな建物、現在も荏原にそのままの姿で残っている星薬科大学メインホールです。大学の始まりは星製薬が創業した1911年、品川区大崎の工場で、創業者の星はじめ氏が社員の全人教育を開始したのを起源としています。メインホールは1922年会社設立10周年記念モニュメントとして、地を、そして人を永遠に生み出すことを念頭に建築に着手し、2年後の1924年に完成しました。建設当時、創業者の星はじめ氏は50歳を超えていたにもかかわらず、若き日の熱い思いを人材育成のための建物の建設に注ぎ込みました。それは自身が4年間学んだ留学先のコロンビア大学の図書館を模範としているところに現れています。その星はじめ氏の思いを形にしたのは、チェコ出身のアメリカ人建築家アントニン・レーモンド氏。1919年、旧帝国ホテル建設スタッフの一員として来日したレーモンド氏は、モダニズムの理念に基づく建築物を数多く残しています。メインホールには幾何学的なデザインが様々なところで見られます。これは当時彼の生まれ故郷で盛んに取り入れられていたチェコキュビズムの建築様式です。レーモンド氏が設計したメインホールの設計図がこちらです。3階建ての建物には階段がありません。代わりにいくつかのスロープが上下の移動手段となります。これは一度に大勢の人が移動することを考えて、歩行しやすく安全性を考えての設計です。このスロープの壁には推古天皇の時代の薬狩りと六条狩りの様子を4枚の大壁画として描いています。六条狩りとは、成長する前のオジ科の角を刈ることです。六条はこの時代から生薬として使われていました。この大壁画は1943年馬込文士村の6名の画伯が制作しました。星薬科大学らしいデザインが施された部分が他にもあります。メインホールの天井は星がデザインされています。そして天井の周りの7面の窓には、色鮮やかな薬草をモチーフとしたステンドグラスが取り付けられています。42種類の薬草、そして高照と六条から穏やかな光がメインホールへと降り注ぎます。星はじめ氏の思いとレーモンド氏の技術が凝縮されたメインホール。そこには人の命と向き合う教育を行う薬科大学らしい特徴が随所に見られます。星はじめ氏がモットーとしたのは親切第一。この親切第一を略した新一は、はじめ氏の長男でSF 小説家の星新一の名前の由来となりました。
100年の歴史を持つ大講堂に、これまで2つの大きな災難が襲いました。建築が開始されたおよそ1年半後の1923年9月、関東大震災が発生。しかし、メインホールは損傷することはありませんでした。星製薬はキャンパスを避難所として開放するばかりではなく、医療品や水を配布するという救護活動を展開。学校にはその時送られた感謝状が大切に保管されています。震災を乗り越えたメインホールは1924年11月完成。建物は地震や火災にも強いと言われていた最先端の技術である鉄筋コンクリートで作られていました。しかし、その後日本は太平洋戦争へと突入。終戦が迫った頃には空襲も激しさを増してきました。こちらが終戦後の1946年頃に撮影された航空写真です。そしてこちらの写真は後路寺交差点付近から撮影したものです。撮影したのは現在も荏原にお住まいの石井定次郎さん。立派な商店街があったんですけども、昭和20年5月23日の夜の空襲で一夜にして灰燼に帰してしまったというか、まるっきり家らしいものがなくて、まあ、星の講堂だけ丸々残っているのが見えてね、星だけは残ったんだなっていうことでね、写真に撮っておこうと思って。バラックの向こうには、それまでは建物に遮られて見えなかった星薬科大学の姿があります。石井さんの見た風景は今でもその面影を残しているところもありますが、以前にも増してたくさんの建物や高いビルが建って、その姿を見ることはできません。星薬科大学は終戦から4年間もの間 GHQ によって接収されていました。その間にメインホールは傷んでしまった部分もありますが、学校に返還されてからは何度となく補修を繰り返して、今でも学生や職員が創立者の思いを受け止め、愛着を持って大切に使い続けています。我々はこのホールの中でですね、新しい学生さんは入学式を迎え、そして社会に育つときにはですね、ここで、卒業式を迎えられるというふうなことからですね、このホールを通して、まあ、星薬科大学の精神が、まあ、受け継がれるというふうに私は、まあ、肝に銘じてですね、我々はこのホールを、まあ、大切にするともに、まあ、このホールを誇りに思って、この伝統をですね、継承しているように思っております。大きな困難を2度乗り越え、日本建築学会の近代日本の名建築にも選ばれている歴史ある星薬科大学メインホール。1922年のメインホールの竣工式で、創業者の星はじめ氏は、本学は世界に奉仕する人材育成の要覧であるという言葉を残しています。その言葉通り、毎年大勢の卒業生がこのメインホールから巣立っていきます。また星薬科大学には都内でも数少ない薬用植物園や、歴史的にも貴重な品々が展示されている歴史資料館などがあり、どちらも一般に無料で公開をしています。創業者の思いが形となった大正時代の名建築、一度訪ねてみてはいかがですか？